まずはあのブルーカーペットのショーがねありますけど、今回のファッションのテーマちょっと教えてください。私服で来てくれて言われたから私服で来ただけなんですけど、まあ、僕登場曲使ってるジェニックのグッズたちをスーツケースの中に入ってたんで持ってきて、まあ、それに合ったこういう赤色の服のサングラス、まあ、新しい扉を開いてきたですね。すぎてもう早く帰りたかったっす。もうだから出し切ったんで。もう満足した。もう満足。はい。こちらに見てください。まさか自分が今日北海道にいると思わなかったんで、まあでもね本当に大田君だったり、まあ水野君の分まで。しっかり頑張りたいと思います。はい、パリーグ最年長という立場なんですけど、はいはいはい、そのあたりいかがですか。ね、メンバーに見てみたらまさか自分が最年長と思わなかったんで、まあでもね本当に、まあ、自分自身も出れることのない舞台だと思ってたんで本当にしっかり噛み締めたいと思います。はい、まあ、楽しめたらいいなと思いますし、まあ、本当にいろんな選手いるんでまた何か吸収してレベルアップできるようにしたいなと思います。今回ちょっと練習してる球があると伺ったんですが、はい、まあ1球は投げたいなと思うんですけど、あのニックからの指令もあるんで、まあ1球は投げてこいって言われてるんで、はい、まあうまくできるかどうかは別としてチャレンジはしたいなと思います。僕はあの小学校の時から対戦してるんで、スーパースターでも彼は覚えてたし、中学のボーイズが多分練習場がほぼ隣、ボーイズとシニアで、そうなんですね。最近の成績を見ての通りスーパーピッチャーでした。先輩から見た辰巳選手、どういう選手に見えてるかちょっと一言いただいてもよろしいですか。いや、まあ、もういつも通りかなと思いますけど、変わらず昔からこんな感じなんで、はい、何かと社って言われますけどね、辰巳がああいう衣装着たり、僕はやばいやつだけで、島本さんは野球選手としていい意味でやばい、俺は人としてやる。怖いっす、眼力が。人殺しそうな目で投げてるいつも。目見える血走ってます、いつも。血走ってる。でも、怖いっす。私でも1打席しか合ってないっす。そうやな、セカンドゴロでしょ。なんで、ちょっと覚えてるんですか。当たり前、覚えてない。この辺の高めのやつ。この辺高めです。鬼引き立てのセカンドゴロ、ありがとうや。やっぱ足速いから、ね、やろ、自分が抑えたって思っても、セーフになる可能性があるから、難しい。ありがとうございます。やるいいよ、カメラ向けられたよね。期待してます。もんないけど面白い、期待してます。じゃあ、レビコースでどんないただけるちゃうやん。待ってるやん。
やぐるまかい。スペア泥棒しましょうか。スペア泥棒そうか。帰って下妻コーチとニック・ターリーコーチに謝ります。教えてくれたんやけどな、全然言えへんかったわ。楽しかったっす、はい、もうちょいスピード出したかったんですけどね、あかんかったっすね。まあでもよかったっす、はい。三振2つでお疲れ様でした。ありがとうございました。リサ2つ取りました、イエイ。よっしゃ。今日のバッティングはちょっと誰かに似てるような気がしたんですけど、あれ何ダホなんでしょう。近本さん、ダホです。近本ダホ。でも終わったことは負けませんので、明日ピッチャーしたいです。中島監督、よろしくお願いします。今日ナイスバッティングした。ありがとうございます。疲れました。爪痕残せた。見事なヒットで。見事なシーズン中回りそうなあんな詰まったヒット。どうですか。控えめないただきだったように見えたんですけど、 やるつもりなかったけど、ノリがめっちゃ出てくれてるからなんか、いやそれやるでしょ。やっちゃったシーズン中さながらに。でもね、タツも打ったし、やばったっす。爪痕残せたね、爪痕残せたね。明日は藤井に全て託します。僕も活躍しなきゃと思いました。明日は勝てるように頑張ります。今日も爪痕残すよ。一組目でバッティングも最年長は最年長は絶対一組目安定の一組目。バッテリー組んでたということは、はい、じゃあ土屋さん、ピッチャー藤井さん大学時代どんな感じでしたか。真ん中構えるしかなかったでもことがしいね、あんまりなんか、まあ、ビシビシっていう感じじゃなかったんですよ。もうアバウトで球速かったんですよ。球は速かったらしいんですよ。怖さがなくなったのを打ちやすくなった。でもまあまあ大変でいいですよね。僕なんか3本ぐらいヒットしてるわ。こいつもしバットに比べたらね、大学ぶりなんで約6年ぶりぐらい。楽しみです。頑張って抑えたいです。実際のところ言うと、まあまあまあ。おい、おい、おかしいやろ。何個したやろ。7つ。おかしいやろ。なんか、鶴崎と一緒っすからね。え、なんか、ほんとすごい方なのは、もう重々承知なんですけど、絡みやすい。KO ってこんな感じ。冗談、全部冗談全部お笑いっすよ、これならいいんだけど、一緒に、はい、ゴルフさせていただいたこともあります。あ、ゴルフが最初ですか。そう、ゴルフが最初、はい、だけど、それより前に俺はオープン戦でここにデッドボール当ててるから。僕1年目ですよ、大卒1年目でオープン戦やって、あ、森本さんだ、どんな球がいいんだろうなと思って。しかも多分2ストライクからいけるドーンって当てる。真っ直ぐ2球空振りして、うわ、森本さんが当たんねえと、どうしようと思ったら、ひっかーまだ燃えてる、マジで。いい思い出です。うわ、野本さんに当てられたっていう、あの喜びの方が普通に、あ、ごめんなさいとか言ってモバイルパーク行くときには、まあ、ぜひ、まあ、ちょっとでも軍事のことでも気にかけてくれればなと思いますし、野本、まあ、さんが出てきたらぜひ打ち崩してやろうと思う、はい、その時はやめてや。大学の時から結構やばいやつ。やばいやつ。あ、いいね。やばい。いい意味でやばいやつ。キャプテンやってたけど、ほとんど飛んでるぐらい。どんなキャプテンでしたか。ぶっ飛んでました。
コングーってやつがいるじゃないですか、オリックス。あいつが第二キャプテンみたいな感じで支えてます。いや、第二キャプテン肩掛けだけ僕はもらって、コングーが全部仕切る。僕もプレイで、プレイで引っ張る感じです。2日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れな様子ですけど、いかがですか。眠いっす。今日も移動早かったんでね、はい、楽しかったです。爪痕残したんじゃないですかね、はい、初のオールスターのマウンドいかがでした。はい、残念な結果に終わりましたけど、来年借りを返せるようにまだ1年頑張ります。トシヤさんとのバッテリーも良かったですか。良かったです。たまらなかったです。神宮だったんで良かったです。じゃあ後半戦に向けて一言お願いします。頑張ります。応援お願いします。ごめんね、4失点ごめんな。東洋大ナイスバッテリーでした。いや本当に急だったんだけど、まあまあ太田君と水野君か5分まで思い切ってやれたと思います。楽しかった。タッチも良かったし、年後輩だから大学の、おめでとう。楽しかったっす。お疲れ様でした。でした。関東さんおめでとうございます。ありがとうございます。来てよかったなと思います。選んでくれた、くださった中島監督、ありがとうございます。まあプレーでも、それ以外でもいっぱい暴れまくりたいと思います。頑張って優勝しましょう。応援よろしくお願いします。YouTube 登録してね、楽しいグルスのチャンネルなんだよ。